河野道文、河野道文、河野道文、1950年1月8日体とは、日本中央競馬会美穂トレーニングセンターに所属していた調教師である、愛媛県出生、岐阜県出身。1950年、愛媛県北上郡松野町にて出生。下界として医療に携わる一方で武道を、たしなんでいた父の影響から、小中学校時代より、 重剣道部で活動し、高校に進学した時も空手部に所属という、武道年であった。やがて上京し、神奈川県藤沢にある、日本大学農獣医学部へと進学。ここでも空手部に席を置いたが、父と違い酒を受け付けない体質のため、部活の後に無理強いされる酒が飲めず、わずか数ヶ月で退部し、小武道部へと移る。小武道部は後に上司となる。 西塚康夫が総武し、初代首相を務めていた部であり、後に河野は同部の二代目首相に抜擢されている。四年生となり、卒業を間近に控えた河野であったが、就職活動をすることはなく、大学卒業後に同期生や、先輩仲間たちとハワイに渡って、ハイビスカスの栽培を手掛ける事業を開く、つもりであったが、アメリカの景気悪化により断念。 その工部活動の先輩である西塚の実家が経営する牧場勤務を進められ、北海道へと渡る。新カップ町にある西塚の育成牧場に一年ほど身を寄せた河野はそこで、調教助手資格を取得、安尾の父である西塚と勝調教師のもとで働くこととなった。1973年春、再び東京へと戻ったが、 その3年後の1976年春、馬社会の一種独特な世界に自分が馴染めなかったと、職を辞し、馬とは無縁の仕事に就く。仕事を半ばで放り投げ、父より感動を言い渡された。馬から離れた期間は3年、この間岐阜でトラック運転手や建設関連の職を転々とする。 外に出てみないとわからない馬社会の良さをこの間で再認識した河野は1979年の春、多くの関係者から失笑を浴びながら再び馬世界に身を投じたが、この時、戻った以上絶対に調教師になろうという決意が自身の中で固まっていたという。離職に伴い執行していた調教助手の免許を再び得て、 元石交渉級者の長教助手を経て1987年に西塚康夫級者に移籍。1990年5度目の挑戦で長教師免許を取得した。1991年に美穂トレーニングセンターで級者開業。初出走を3月9日、初勝利を同年9月29日朝刈りジェントで記録、延べ47頭目であった。 アサカリジェントは1992年のやよい賞を勝ち、重賞初勝利も記録している。開業初年度こそ3勝と振るわなかった、河野球者は、以後年間2桁勝利を維持し続け、重賞勝利馬も排出。また優秀長強師賞を複数回受賞するなど、関東の有力球者として、活動を続けた。ダービーステークス優勝ジョッキーでもあるアラン・ムンドが1994年に、 短期免許で日本へ来た際に身元引き受け人となった。ムンドは学生時代に古武道経験があるコウに武道の手ほどきを受けて以来、マーシャルアーツなどの格闘技に夢中になったと言われる。2008年8月より自身と旧社の公式ブログを開設。ブログでは比較的率直な言動が目立ち、例えば2009年3月にはフィフスペトルの弥生紹介費をめぐり、 同馬を管理する、加藤進広市長教師が、三浦の調教ミスで回避を余儀なくされたと当初メディアに発表したことに対して、三浦の調教は、指示通りの内容だったと反論。詳しくは、フィフスペトルのことを参照。また、見ホト宣伝の春闘に対しても、全く世相を折り返していないと、組合側を批判したりもした。また、当時の弟子の三浦との交際が報道されたタレント。 星の秋に対しても激死批判した。同時に、三浦にも、この件を出席した。このような率直な言動に対しては、水上学が、ブログで書くべきことではない、お金を出して、馬券を買う、立場のファンに、いらぬ、疑心暗鬼を抱かせると批判するなど、一部で発言を、諌める動きもあったが、本人は、主催者の JRA しかり、旧車待機種、オーナー体旧車の関係など、 それらすべて、すべては言い過ぎかもしれませんがも知っていただいた上で、なおかつ競馬をし、競争馬を愛し、好きな騎士を何卒愛し、大きな気持ちで受け止めていただいた上で、感染していただくことが私の中心からの望みであります。として、以後も積極的に情報を公開していく姿勢を示していた。2011年9月26日、暴力団関係者との交流を理由に、 日本中央競馬会競馬志行規定第53条第6号の規定に基づいて調教師の免許を取り消された。河野自身は相手が暴力団関係者との認識はなかったと反論しており法的手段に訴えると発言している。管理していた競争馬は藤原達夫級者に一時点馬屋となった。また所属機種の江大佐無料は同日付でフリーとなった。 免許取り消し処分後、会員性競馬情報サイトを開設したが、現在は、サイトは閉鎖されている。またツイッターも同時に開設したが、こちらも現在は、自身のつぶやきは、一切なく、競馬ニュースを機械的に流すボットとなっている。2012年12月31日、東京スポーツの取材で、当時の事件についてや近況を語っている。1993年、 1995年、1998年、1998年、2000年において優秀状況師賞、関東受賞。太字は文下生。括弧内は旧社所属機関と所属中の職文。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。